水田総合車両所は西日本旅客鉄道の車両基地及び車両工場である近畿統括本部が管轄している車両工場がある本所と大阪府内に2カ所、奈良県内と京都府内に1カ所ずつの支所が設けられている。2012年6月1日、研修体制の見直しによる車両品質の向上と異常事態応能力の強化などの目的により、 森の宮電車区、奈良電車区、ひねの電車区の研修部門と、京都総合運転所の本所、水田工場の本所が統合し、近畿統括本部内では、阿保市総合車両所についでに例目となる車両所として、発足した。大阪環状線、阪和線、関西本線、山陰本線、古西線、草津線などで運転されている、約1800両の研修業務を担当している。 大阪府水田市にある車両基地及び車両工場でかつての水田工場を継承している。東海道本線機渋駅水田駅間の南側に一致しており、日本貨物鉄道の水田機関区と隣接している。車両の全般検査のほか、改造や更新工事なども行われている。主な検査車両は自所配置の車両のほか、鶴ヶ地域鉄道部の125系電車。 福知山電車区の電車や岡山電車区の電車を担当している。2018年6月に本所の設備をリニューアルすることを発表した。工事は建て替えのほか耐震構造の強化も実施され、2019年春から更新工事を実施する予定。電報略号は金、水、京都府向こう市にある車両基地でかつての京都総合運転所の本所を継承している。 東海道本線向町駅長岡京駅間に一致している。特急、サンダーバードや浜風の車両のほか、主に山陰本線や草津線で運用されている車両が配置されている。校内は大別して、東より、東着発線、中線、賢秀湖、西発線、西木線、西流地線に分かれている。また、端から端まで、 気回しできるように基礎線が設けられている。西発線の本線合流部の手前には転車台があるが、現在は使用していない。支所港内に隣接して、レールの溶接設備を有しており、京都貨物駅からのレール配給列車が運転されている。長物車地規が当初に配置されているのはこのためである。電報略号は近、金、畿と。大阪府大阪市場東区森の宮にある。 車両基地で、かつての森の宮電車区の研修部門を継承している。大阪環状線森の宮駅大阪城、公園駅間に位置しており、大阪メトロの森の宮県車場に隣接している。主に、大阪環状線、桜島線で運用される車両が配置されている。なお、森の宮電車区は常務区として残存している。大阪環状線とは、単線の入りで区線を介して、 合流、分岐している。校内配線は大きく分けて、北軍線、西軍線、東軍線に分かれる。北軍線は北1北9番線まであり、京橋発着列車の折り返しに用いられる場合もある。西軍線は西1西13番線まであり、主として、車両の留置に用いられる。東軍線は東1東8番線まであり、主に研修作業で用いられる。 東7、東8番線は線状線として、専用の足場が設けられ、北7番線との間には、木洗い線として、線状装置が設置されている。交番検査線は東3番線、仕業検査線は東4、東5番線のほか、北8、北9、西1、西7、東4、東6番線とされている。電報略号は、金、森、 大阪府泉佐野市ひねのにある車両基地でかつてのひねの電車区の研修部門を継承している。阪和線ひねの駅の南西、ひねの駅から長崎駅間に位置しており、敷地面積は134,690平方メートルである。主に阪和線、関西空港線、紀勢本線、和歌山線などで運用される車両が配置されている。 関西空港自動車道を挟んで南北に分かれており、北側に研修施設、南側に留置線が設けられている。北側の研修設備には、臨時検査線1線、台車検査線1線、交番検査線2線、修行検査線3線、試運転線1線がある。試運転線の西隣には、着発線が4線あり、2線に合流した後、ひねの駅に繋がっている。 南側には留置線が24線設けられているほか、留置一番線の西側には車輪転作庫が設けられており、投資所のほか、新材許破室所に入場した車両が投資所に改装され、車輪の転送が行われる。主要業務は、交番検査、仕業検査、車体洗浄や、車内清掃などである。研修業務の一部や JR 西日本テクノスに、各種洗浄、 清掃や、校内入れ替えは、JR 西日本メンテックに委託されている。電報略号は金ひね。また、同志所には、以下の発出所が設置されている。大鳥発出所大阪府堺市西区にある、車両基地で、阪和線、大鳥駅の南東に位置している。かつての大鳥電車区で、ひねの電車区大鳥発出所を継承している。なお、同派出所の運転部門は、 大阪支社の大鳥電車区となっている。新在家発出所和歌山県和歌山市新在家にある車両基地で和歌山線和歌山駅体の整機関に位置している。かつての新和歌山車両センターでひねの電車区新在家発出所を継承している。奈良県奈良市にある車両基地でかつての奈良電車区の研修部門を継承している。関西本線奈良駅奈良山駅間に位置している。 主に、関西本線、大阪東線、奈良線、桜井線などで運用される車両が配置されている。なお、奈良電車区は、大阪市社の常務区として残存している。校内は大別して、北側が、研修施設、南側が、留置線に分かれている。北側には、車輪添削施設があり、森の宮市所配置の車両の車輪添削もここで、行われる。 電報略号は、金奈良。また、奈良市署には、以下の発出所等が設けられている。王子発出所奈良県北葛城郡王子町にある、車両基地で、かつての奈良電車区王子発出所を継承している。関西本線王子駅の構内に位置している。車両は配置されておらず、仕業検査及び、夜間ルーツなどに使用されている。天理電流線奈良県天理市にある留置線。 かつての和歌山電車区天理発出所で、桜井線天理駅の北方に位置している。電流線の他に、乗務員宿泊所も設けられている。アーバンネットワークのうち、湖西線、山陰本線、草津線、大阪環状線、桜島線、大阪東線、関西本線、阪和線、紀勢本線などで運用されている電車が、集中的に配置されている。 2020年4月1日現在の配置車両は以下の通り。電車車両に関しては次の6箇所に分散して配置され、機動車、貨車については京都市所に配置されている。過去の車両電車機動車貨車過去の車両過去の車両,過去の車両を201、計103系過去の車両ひねの支所新在家発出所、本所玄関前に保存されている、純鉄道記念物。 もは52001水田工場遠隔の記事も、山椒京都総合運転所歴史の記事も、山椒森の宮電車区歴史の記事も、山椒ひねの電車区歴史の記事も山椒なら、電車区発足以降を表記。ありがとうございます。